こんにちは、吉松です。ということで今日はね、また日光強いもんでね、ちょっとあのフル装備でやってますので、まあその辺ご了承ください。今日ね、皆様にねお伝えしたいのはですね、特別攻撃特攻のメカニズム、これは中日新聞でですね、これは、ね、今やってるんですけど、6月5日の分、今年2022年のね、これは中日新聞でやってます。ここのですね、特攻のメカニズムというので、私これ読んでて、ずっと読んでて、私ここで好きで読んでる、ずっとね、うん。で、まあ、あの特攻というのがあったんですよ。飛行機に250キロ爆弾を吊るして、そしてですね、飛行機もろとも敵艦に体当たりして、そこでまあ自分も死んじゃうという、当然まあ敵艦に当たればいいんですが、当たる手前でね、結構機銃とか、あるいはあのなんですかね、 VT 新艦ついたような砲弾でやられちゃったりなんかして、なかなかいけないんですけど、あるいはあの敵の戦闘機にやられちゃったりなんかして、まあそういうちょっと非人間的な作戦、まあ、あの回転なんていうのもあってね、昔あのこう魚雷、人間魚雷回転っていう、訓練中にたくさん死んでしまって、実際問題はあまり戦果がなかったという、一つ一件だけやったかな、ちょっと三角形がつくようなのがあっただけやったかな、確かね、そんな感じです。まあ、だから特攻のメカニズムということで、どのように特攻が行われていったかという組織的なことをですね、この林英大さんという記録作家という方が、2013年の夏から秋、計10時間以上の取材を終えた後、録音テープから取材メモを書き起こし、下書き原稿を作成してたということで、メモは B6 サイズ400枚ということですね。で、ドキュメンタリー映画がありまして、抗い記録作家林英大ということで、林英大さん、まあ2017年にお亡くなりになった方ですけど、残念ながらね、まあ、あの私もこの方はこの中日新聞で初めて知ったんですよ。そんな立派な人がいたのかっていうこと自体が、あの記録作家としてね。で、これはあのその人に取材したのかな、加藤さんという中日新聞 の方が取材して、まあ書いてみます。こういうの大変素晴らしい、こういう素晴らしいね、特集たまにあるんです、中日新聞も、ね、もうちょっといろいろと突っ込んでほしい部分もあるんだけど、まあこういうまともな記事も結構あるんですよね、読んでると。まあ狂気の世界ですよね、特別攻撃特攻というのはね。皆さんも映画とかいろいろで、本なんかでも随分出てますけど、私も特攻関係の本は10冊以上は本棚にあります。読んだのも読まないものも、これが楽しみにっていうか、読むのもね、順番待ちのやつもあります。とにかく読まずに死ねるかって感じで読みますけど、それは、ただ今ねちょっと資料も読まなきゃいかんもんで、いろいろとね読むものが多い。やっぱりなんていうかな、作家の人が言ってたっていう、あの私あの小説教室の鈴木喜一郎先生にあの以前聞いたことがあるんですけど、本職作家になったり、あるいは小説書き始めたりすると、実際自分の楽しみで読む本が読めなくなるって本当なんですよね、これ。はい、ということで、まああのこれね、特攻こういう方が見えたんで、今日本があることは事実ですけど、なんでね、これ特攻を計画した人間って自分は死んでないんですよ、全然。結局俺も後から行くなんて言ったら、自分はのうのうと生き延びちゃって、戦後なんかあの変な理屈こねてね、
自分を正当化したって、まあ、人間って自分を正当化する生き物ですけど、自分は悪く思えない、まあ、でもこういうなんていうのかな、あの上の方の連中は自分行ってないわけですよ、特攻には、うん、君たちが行ったら僕も後から行くなんて言って口だけは言うんだけどね、こうパー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 と言ってないわけですよ。こんなことあるかと、これ読んでてそれに腹立ちますよね。上の方の連中に腹立ちますよね、これ、うん、会社でもあるし、そういうこと結構組織でもありますよね。下の方ばっかがしんどいという、そういうのはありますよね。私の知っている、ここからちょっと余談なんでね、ここでまあポチッとしたい方はしてください。私の知ってる会社でですね、ある時ね、ちょっとこの営業の人たちのこの成績落ちちゃって、でその会社って給料も安いしボーナスも安いんですよ。ちょっとやや搾取気味の会社っていうか、ほぼほぼ搾取の同窓会社、先代が初めて2代目がやってるということで、で2代目の奥さんと自分がやってるんかな、社長とか副社長とかになってなんかいろいろとこう、社員がまだ大体20名ぐらいかな、25、6かなぐらいいたんですけど、ある時ね社長こう言ったんですよ。お前たちなって営業成績がここまで上がったらな、特別ボーナス出すぞと、いつものボーナス12月になプラスするぞと、何割かは足すぞと、頑張れって言ったんですって。それを晴れ頃聞いた人は、よっしゃと、6月とか夏のボーナスに間に合わないかもしれないけど、はあの冬になったらよし、じゃあ目に物見せてやろうということで頑張ったんですよね。で営業マンというのは、私もあのやったことない、私はやったことないもんでわからないですけど、あの聞いた話によると、あのだいたい 100% の営業をやってないんですよ、日頃から。それはサボりっていうことじゃなくって、 100% の営業をやっちゃうと必ず次の年に社長がじゃあ 120% だっていうふうになっちゃうんですよ。あるいは 110% にしてこいと、今年は 1.1 倍から 1.2 倍にしろということを、必ずそういうことをバカな社長が言うんですよ。分かってない社長が、先代の苦労人の社長はめったにそういうバカなこと言わないけど、2代目3代目になるともうかなりポワーンとしてるんで、いい人もいますよ。2代目でしっかりとした人もいるし、3代目でも立派な人もいますよ。あの特に長いことずっと続いているようなあのお店とか会社はそういう人がいますよ。4代目5代目立派な人、中高の外行って急にゴーンと7代目ぐらいでガッガーンとまたいい風になって、それまたね維持していくような人いますけど、否定はしませんけど、その会社はそういう会社じゃなかったということですよ。で結局で日頃ですね、まあ、7割5分とか7割で営業やってた人が、よっしゃそれじゃあまあ今年はまあ9割ぐらい行ってみようかということで、全員が9割出したらやっぱり超えたんですよ、ノルマを。超えただけでなくって、社長が口走ったその、あの数字超えたんですよ。でよっしゃってことで営業マンもまあ頑張ったけど、ちょっと無理したけど、まだまあね、うん、あのみんな簡単に頑張ったわけがないからということで、多少はちょっとは余裕でも、前はだいぶ減ったんですよ、余裕が。やっぱりああいうもんってね、無理にお願いしちゃうとどうしてもね、例えば5年6年、例えば10年というようなスパンであの長持ちする製品なんかやと困るわけですよ。初めからそういう、そろそろだな、でも来年にしようかなっていうふうに営業マンが計算して伸ばしてるような、そういうあの機種だとするとですね、まあ、機械物とすると仮にね、困るわけですよ、先取りしちゃうと。でもまあ社長がボーナス上げたると、で上げたまんま来年も行くかもしれないっていうほのかな希望があって、これからずっとその上げたまんまで行く、ボーナスがずっと上がったまんまで行くっていうほのかな希望があってやったわけで、事務方も事務もそれから倉庫係も頑張ったわけ、営業マンも頑張ったわけで上がったと、ほんで OK じゃないですか。ところが社長が何にも言わなくなっちゃったんですよ、秋になったら。あげたるぞって言った以上はあげなきゃダメなのに、社長が抜いた数字の、あの 1. 何倍まで
社長一切何も言わずに口すぐつぐんじゃったんですよね。でちょっと12月のボーナスの時に営業部があって不穏な空気が11月頃流れたんですよ。どうなってるんだと、何か言ったかって経理に来たら何も言ってないって、えどうなってんだって。でいよいよボーナスの日になりました。前の年と同じ査定で、前の年と同じ金額、給料も例えばまあ上がったのかな、でもまあ800円とか500円とか1000円ぐらいとかバカげた金額ですよね。1000円も上がらなかったのかな、あの会社はあんまり上がらほとんど上がらないって言ってたから、給料はそれに詳しくは聞きませんでしたけどね。でそこでガクッとしたんですよ。給料ボーナス表もらったら全く同じなんですよね。ボーナスの金額が特別につけてあげるっていうのもなかったんですよ、1円も。社長は、はいご苦労さんなんでってやってるけど、これ何なんだと、あの社長の約束どうなったんだっていうことで、結局、まあ、社長が一緒になってた忘年会では、まあ、誰も何も口出さずに黙ってて、で社長抜き の有志の会で、そこも全員来たわけないですけども、有志の会みたいなことでまた二次会やって、どうなったんだってまず真っ先にみんな言ったわけですよ、あれ。ところが何ともないんですよね。で翌月でも何ともないし、何にもやる、結局ノルマは上がっ、数字は上がったけど何にも言わないんですよ、うん、ということで、まあ、大変にねそこがいろいろあったっつうことです。うん、やっぱこういうことをやるとダメですよね。うん、やっぱそこの会社は多少それから人間が入れ替わって、まあ、辞める人も何人か出てきて、ああってなって、まあ、今でもやってますけど、そこは次から次新しいの入れて、ただ年配のかなりベテランが何人か辞めちゃったんで独立したりとかね、まあ 3,4 人辞めたかな、私の知ってる範囲では、結構痛いですよ、そういう人が辞めると。かなりな実力のある人が辞めましたから、その時にもうこれついていけんということで、だからそこでやったらダメなんですよね。だから人間ってやっぱり信頼関係でやってるんで、さっき特攻じゃないですけど話は、とにかく一回ね、一回こうなんていうの、君たちが特攻で死んだら死ぬんですけど、死んだら俺も最後に行く、必ず行くからって言ってた人間が戦後のうのうと生きてるんですよ。これはやっぱりあかんと私は思います。腹切った人もいますよ、立派な人、終戦直後に腹切った人で特攻で出てった人確かいたはず、司令官結構上の方で多分。だけどこれをやってた参謀という人間が逃げたんですよ、これこの話によると。その逃げたっていう事情とかいろいろそれぞれのインタビューみたいなものとかなんかセリフが載ってましたけど、何回か前の回にもう読んでて腹が立ちますよね、そういうのは。だからやっぱり人間ってできないことは言わない方がいいですよね。私も常々気をつけてますけど、自分がいけないんだったらすまんが君たち行ってくれと、僕はいけませんがと、僕はいけないけどってはっきり言うべきだと思いますよ。それで行くんだら頼むよと、頭を下げるんだら話は変わるけど、僕も行くって言っといてって、ちょっとこれはね私あかんと思います、でもし自分がいけないんだったらこうこうこういう理由でいけない、あるいは僕は行きたくないから行かない、だけど君たちは行ってほしいと、ね、なぜなら僕は死にたくない、君たちは若いから、まあ、死んでいってほしいと。本当は若いほど死んではダメなんですけど、そんな感じです。はい、では渡辺さん、また次回お会いしましょう。